おはようございます。速稼塾の久保です。今日は10月1日、はい、で時間が4時39分です。月が変わりましたので、9月から10月に変わりましたので、今日はね、月足から見ていくようになりますので、こちらの方をいかがでしょうか。月足なんですが、収束に向かった後下に入って上の方に跳ねたという形で、今黄色いゾーンがうっすらと見えてますけどもね、この辺りで止まっているかなってところが見えます。ここですね。まあ、これ自体は特に申し上げることないんですけども、ここからね、頭打ちになった上昇のラインが、下の方に私を向かいながらね、収束にまた向かうと思うんですよ。具体的に言うとどういうことかっていうと、このぐらいのラインに落ち着いてくると思うんですよね。このぐらいのライン。上にも触れてないし、下の方にも触れてなくと、ボラティリティが収まった状態になってきているんではないかなっていうふうに感じてるんですよね。で、次、週足を見ていきますね。ただね、総裁選が終わって、これから日本では総選挙が行われるじゃないですか。だからね、ドル円の方はまさにもろに影響を受けますんでね、市場の反応をよく見ていかないといけません。今黄色いゾーンを上の方に貼りましたよね。これがね、抜けられなかった壁だと思うんですよ。ここでも抜けられてないですし、ここでも抜けてないし、ここでもね、抜けかけたんだけど抜けてないので、まあだから110円台、109円台、この辺りでうろうろする流れになると思うんですね。111円、112円っていう時代は、ね、昨日一瞬来たんですけども、まあこういうふうにね、上髭によって押し戻されて、ちょっとまだね、実現不可能かなと思ってます。はい、次なんですけど、デイリーですね。デイリーは大きな陰線を出してます。そこまではずっと陽線だったじゃないですか。だからこれがね、仕様の変わり目なんですよ。陽線一本やりで、1、2、3、4、5、6と。6日間、1週間、全部突っ走ってきました。根っこから入った私は、この1週間、全部の、陽線、大陽線をね、取ってきたわけなんですけども、昨日申し上げましたよね。全ポジション抜いてくださいと。その後で、この下落が起きてるんですよ。ねえ。じゃあ4時間見ていきますね。で、4時間。一方的なトレンドでしょ、これ。このトレンドっていうのは、まあ、この図を見るとね、まあ、なんと言いますかね、このダブルボトムから来ているトレンドだと思いますよ。ぐーっと大きく上に上がってきました。そして、変わり目、横ばいが来て収束して、これが上か下に行くかってことだったんですけども、もうコードの限界点ですね、下の方に向かいました。まあ、ですので、昨日全ポジション、外しておいてもらってよかったなと思ってます。で、1時間見ます。いやもう今日はね、エントリーはしなくていいと思いますよ。十分勝ちましたんで。で、言うなら力点がここなんで、この辺で止まるんではなかろうかというのを見ていく金曜日になると思います。で、こっから跳ねて上に再び行くのか、それとも突き抜けて下に行くのかですけど、下に行ったらもうずーっと際限なくね、下の方に行きます。もちろん、ギザギザと N を書いて下の方に行くのはいつもと同じパターンですけどね。で、上に行った場合ですけども、上に行く場合は、まず警戒しないといけないのが、ヘッド&ショルダーです。高値圏のヘッド&ショルダーですよ。ちょっと形不細工ですけども、肩があって、頭があって、頭がね、真ん中が陥没してますけども。で、ここにもう一個の肩を作るんではないかなっていうふうに考えていくんですよ、これは。で、この辺上昇して、横ばいになって、また下降に行くとしたら、このネックラインを割って、大きく下に行く可能性があるってことを、リスクエッジしておいてくださいね。まあ今日お話するのはそのぐらいですかね。ヘッド&ショルダーみたいなやつが来るかもしれないんで、そこへの警戒は必要だということ。その他は、ただ見守っていればいい金曜日です。総裁選も終わりましてね、多少ぐらつくんじゃないかなと。今、組閣人事してますけども、その辺もね、ちょっとね、今朝のニュース、まあもうちょっとですけども、あとね、2、3時間始まったら、ニュースが始まると思うんですよ。そこで昨日の組閣人事の概要が発表になると思いますから、それに合わせて市場がどう反応するか、それを見る金曜日になると思います。そして、10月に入って、月、火と来ますよね、またね。だから、10月の1日がフライデーですから、4日、5日ぐらいですか。この辺で緩やかに、これはね、対策を立てていきましょう。とりあえずね、今日と、来週の月曜日、4、5と、ここでエントリーする機会はほとんどないと思いながら、しっかりと観察する場所にしてみたいと思います。特に派手なトレンドがあった後ですからね、
これは落ち着いて収束に向かう可能性が非常に高いです。ただ反発して大きく下にぶれるってこともありますんでね。まあ十分儲けたんだから、見るだけ見ておきましょうってことですね。じゃあ、今回は以上です。どうもおはようございます。今日は10月3日日曜日ですね。FX の相場解説は本来ならできないんですけども、4日から8日のこの10月の第1週をおぼろげながら、ざっくりとね、予測していこうかと思います。もちろん予測は何本も立てますので、そのうちの一つのシナリオに近ければいいな、みたいな感覚ですよね。まあ先のことはね、絶対わかりませんから。ただわからないからといって、計画しないわけにいかないですよね。いくつかのシナリオを書くことによって、どのシナリオが一番近いのかなってことを、早めに気づけると思います。これがですね、まずは、ウィークリー、週足なんですけども、週足を見てまず何を思うかっていうと、このポイントですよね。この水準面があるよってこと、ね。ここで跳ね返っているよっていうところですね。あとはもうゾーンが引かれてますけども、黄色いところですよね。ここ。この上と下の線に挟まれて、チャートバー、ローソク足は推移してるってことなんですけども、次に気づくのがエリオット波動です。随分前にお話ししましたけども、エリオット波動がここに存在しますよね。3波、4波、5波ですよ。で、調整波が入るということになります。エリオット波動に早めに気づくことによって、どんな値動きをするのかってことが、あとシナリオが書けていくと思うんですよ。例えばエリオット波動は5波までですから、ここに来たらね、あとは下落するだけということで、下落が大きく取れたと思うんですよ。その後でエリオット波動を抜いていく次の調整波の後の波動があるとしたら、これより上に行くだろうということでね、待ち構えることができましたということです。その上にすぐにこのゾーンがありますから、ここで跳ね返って下に行くだろうなってことは容易に想像できたんで、下がって上に行くと。この辺も反転面でね、ギリギリまで倍の値動きが取れるということになりますね。ですので、エリオット波動に気づくことってのは今回かなり大事だったわけなんですよ。その他、日足の方を見てみましょうか。日足の方を見ていきますと、さあ、転換してるところがありますよね。トレンド転換です。こちらと、こちら。もう何度もやりましたよね。上から下に向かってきたのが、今度下から上に向かっていくということで、転換をしたところがこうだったということなんで、今度は、こちらに、下がっていくときに大きな波動で取れたっていうことと、その後ね、ゾーンがこういうふうに引けましたんで、様々な指標になるわけですよね。トレンド転換をしたってことは、高値が切り下げ、安値が切り下げですから、こう上がっていっても次に落ちていくってこともできますし、それを踏まえて、ゾーンっていうのがね、こういうふうに引けたわけですよ。まあ下の方はこういうふうに広がっていきましたけどね。で、横ばいのタイミングもきっちりと抑えられましたし、だからこそブレイクしたところもきちんと取れたってことになります。そしてゾーンをぶち破るかどうかで一旦ポジションを外して、抜けたところでもう一回入って、そしてゾーンに潜ったんでもう一回セルで取るってことができて、とにかく値動きがあるところは全て取れたみたいなのが今回の日足になりました。ね、すごい成績だったですよね。で、4時間の方に拡大してみますと、私が、昨日か一昨日ね、一昨日か申し上げたのは、高値圏に入りましたよってことなんですよ。一方的な上昇を見せて高値圏で肩を作って頭を作ってところまで行きましたから、当然ヘッド&ショルダーを警戒しなくてはなりません。ヘッド&ショルダーができ できなくてもね、ヘッド&ショルダーができなくても高値圏でトレンド転換をして売りに向かうっていうのがまあ常設ですから、こういうふうに今後は第1週目をね、占っていくこともできるわけですよ。その際に気をつけないといけないのが、ここで止まる可能性があるよってこと。次、ここでも止まる可能性があるよってこと。ね。で、さもなければ、ここまで行っちゃうよってことですよね。ですんで、10月の4週目は基本的に売りにかけるんですけども、1週目はね。それぞれどこまで行くかっていうところを3つのポイントで今示しましたよってことですね。で、1時間足です。月曜日になると、おそらくこれが上昇に向かうってことはまあないでしょう。私はね、今回ね、ここでも2点天井、ダブルトップを作ってるんで、下落に向かう流れの一択だと思うんですよ。ね、下に下がって、ゾーンにぶつかってもう一回下がって、N を作ってまた下がって、で、今回上がってますけども、月曜明けたら、
多分グイッと落ちてね、この力点までは迷いなく進むんじゃないかなと思ってます。これが週明けのシナリオです。それが当たるかどうかをまず見てから、それからですね、次の展開を考えようかと思いますね。はい、9月の最終週はね、むちゃくちゃ儲かったんですよ。でも10月に切り替わってまたリセットして最初の位置からスタートです。まあ今年もね、1000万はクリアするでしょうけども、この1000万クリア、年商1000万クリアをね、ちょっと安定させたいなと思ってますね。まあただ焦らずに、それが目的ではないですから、着実に4対6の勝ちをずっと維持していくこと、これができればまず同じですからね。要するに投入した資金が減らなければいいんですよ。少しずつでも増えていけば、それがまあ投資ですからね。あとはロットを増やしていけば、自分の粗利率から粗利額が導き出せるってことになりますので、今のままでしっかりとやっていこうかなと思います。はい、それではね、 FX の相場解説ご覧になっていて興味が出たんだけども、基礎講座を受けたいよと方はまた申し込んでいただければと思います。基礎講座はね、去年の今頃に皆さんにお配りして3ヶ月くらいのコースでやったんですよ。で、基礎講座をクリアした方には、まあ中級編ということでね、中級編講座の方もお届けしました。それぞれ有料になりますので、お申し込みはメールなどで、いただければと思います。ちなみにですね、今回基礎講座の方は、まあ、一律で29,800円と、中級の方は一律で98,000円で出すことになります。以上でございますので、今回の相場解説以上です。じゃあ、ありがとうございました。はい、おはようございます。じゃあ月曜日になりました。まだ相場は動いてないんで、先日ね、相場解説をしたのと、まあ重複するところもありますが、改めて今日の時点での私のね、考え方をお話ししたいと思います。まあ基本的にはセルに向かうってことなんですけどもね。こちらをどうぞ。はい、まずは週が変わりましたので、ウィークリーですけども、この黄色いところにゾーンがありますけども、このゾーンに当たると跳ね返って下の方に行くっていうのがね、まあ規定路線ですよね。まあですんで、今回もそうなったかなってところです。実はここでね、エリオット波動が終わって調整波から新しい推進波に向かうんで、突き抜ければ新しいエリオット波動ができるんですけども、突き抜けなかったんでね、エリオット波動のマンデルブロットはここで終わりますね。まあ、ですんで、横ばいから多分こういう風なね、三角保ち合いになるか、もしくはセルの方向に向かうんではないかなってことですよね。セルの方向に向かうときは、まずはここを突き破ると思いますんで、そこを注目していきましょう。おそらくね、これトライアングルを書いていくんじゃないかなと思うんですよ、こういう風にね。で、最終的に上に抜けるタイミングを狙うってことになる。まあ、この2つのシナリオがこの週足では見えるかなってところですね。じゃあデイリーに行ってみましょうか。日足なんですけども、ここを突き抜けたんですけども、叩き落とされましたね。何度も申し上げてますけども、陰線陽線ともに上引きが出ています。ここと同じです。まあですんで、ここからはセルの方向に向かうんじゃないかなと。おそらくこういう風な三角形を作るんじゃないかなと思いますね。日足ですね。こことだから似たような感じになるんですよね。ここもほら、ここが三角形でしょ。で、思いもよらぬここまで掘り込んでいきましたけどね。で、これが4時間になるとね、なかなか面白い形が見えてくるんですよ。4時間なんですけども、もうダウ転換をして、これ、ほら、頭が平らになったヘッド&ショルダーみたいな形ですよね。ヘッド&ショルダーを警戒するならば、ここがネックラインになりますから、もうすでにセルが始まってると思います。移動平均線は、広がっていきながら上昇しているのが、一気に終わって、全部ね、こうクロスしちゃってるわけですよ。だから、デッドクロスライン、つまり、セルに向かうサインが出てるってことになります。で、最終的な1時間ですけども、どうですか。ここに M を書いたような形になっていますけども、ここ中央に、左右対称に似たような形が想起されるんですね。これも何回も出てきましたよね。いろんなフォーメーションがある中で左右対称っていうのはね、結構な頻度で出ます。もちろんぴったりと正確に左右対称じゃないですよ。このトレンドの流れが左右対称ってことなんですよ。上昇のトレンド。ね。平らになって、下降のトレンド。だから今週はセル作戦でいいんじゃないかなということでございます。一時期112円まで行ったドル円なんですけども、現在110円の、まあ、中頃まで下がろうとしてるかなっていうところの途中の
111円ギリギリのせめぎ合いというポイントが今現在ここになっているということですね。まあ、ですので月曜日にここから下に下がるようでしたら今まで申し上げていたシナリオ通りになるということなんで、セルでエントリーしてよろしいかと思います。それ以外の場合はもうちょっと様子を見ることになりますので、エントリーは控えてください。というのがね、今週の見方ですけども、いかがお感じだったでしょうか。この左右対称結構出ますんでね、今回覚えておきましょう。それでは、はい、10月5日の相場解説になります。昨日はですね、セルの方向に向かうよというお話をしました。でも昨日単体では値上がりしちゃってましたね。ですんで私もそうですけども、ロスカットで終わったんじゃないかなと思います。まあ私のトレード手法ってのは4割負けて6割勝つなんで、まあ6割勝ってればね、マイナスになることはないですから、昨日は必要経費として見ておけばいいのかなというふうに思います。まあでも値上がりはしたんですけども、急騰するようでいて、またね、押さえつけられて急落もしましたんで、差し引きでは若干のプラスになりましたけども、まだ売り圧力が相当に強いということも考えられます。その辺も込みで今日はね、お話していきます。こちらです。デイリーを見てみますと、私がお話したのは、ここでダウ転換が起きてきてね、で、ここと同じように2本の陰線陽線が並んでいるところに、上髭が両方とも出てるでしょ。こういうのってのはダウ転換が起きて、ずっと値上がりしてったものがここからね、落ちていくっていう、その兆候なんですよ。ここも同じように値上がり一辺倒だったものがダウ転換を起こして下に行ってますんで、当分セルが続くんじゃないかなっていうところですよね。まあでもセルが続くといっても、ここみたいにね、一方的に同じ陰線陽線が並ぶよりもね、途中で陰線なり陽線なりがまだらで交互に挟まって徐々に落ちていく、こういう形が一般的なんですよ。こういうふうにね、陽線もありますけども、陰線の方がたくさん出ていて、で、その間隔も長いから全体的には下の方に向かってるわけでしょ。他もそうですよね。この大きなトレンドも、何もね、陽線ばっかり出てるわけじゃないんですよ。陰線もかましながら全体的に右肩上がりになっているってことなんですよ。ですんで、ここのセルの流れ、右肩下がりも途中で陽線はさすがに挟まりますよってことなんですよ。でもその陽線なんですけども、ほら大きな上髭が出てるでしょ。だから下に向かう圧力がすごく強くって、上に一時的には行くんだけども、結局は大きな圧力に押し戻されて、倍の方向には向かいにくいってことを示唆してると思うんですよ。それが上髭の意味です。じゃあ4時間の方を見ていきますよ。4時間なんですけども、ヘッド&ショルダーにはまあ若干なっていないんですけども、ここがね、肩の一部だとも言えるんですよ。ここも肩、ね、右肩下がりの、まあ、ヘッド&ショルダーに見えますけども、まあでもこれをヘッド&ショルダーっていうとね、言い過ぎになりますから、まあ単なるダウ転換でセルに向かったよっていうふうに言っておきましょうか。高値圏で転換を起こしてセルに向かうっていうのはよくある流れですからね。まあどちらかというと注目するのはここなんですよ。ここに小さな三角形を作ってますよね。だからこれが下の圧力なんですよ。瞬間的に上の方に向かったんだけども、でも下の圧力がぐーっと押さえつけてきて下に向かうってことですから、ここからね、またこの辺だと思いますけども、下に向かうブレイクを想起させるかなってところです。で、この辺りまでは落ちていくんじゃないですか。まあ、いずれにしても110円台に潜り込んできました。これはですね、昨日一瞬上の方に上がったんですけども、結局は、下の方に向かうということを強く示唆してますんで、ここからね、111円を維持できなかったばかりか、110円も壊してくるんじゃないかなと、109円に向かうんじゃないかなというふうに考えられます。難しいこと言ってますかね、すいません。1時間を見てみますね。はい。ゾーンを抜けたんだけども、ここをね、抜けたんだけども、結局は、一旦下を叩いてもう一回勢いつけてダブルトップを完成させて大きな勢いで下に行きました。で、そっから上昇したんだけども、でもゾーンに阻まれてやっぱり下の方に叩き落とされて、そっからは N を描きながら下にってことですよね。で、昨日私が相場解説をした直後、下の勢いがあまりにも強かったんで窓を作っちゃいました。で、反発して窓埋めに入ったんだけども、結局ここと同じ水準で叩き落とされて N を変えて下に行くということで、昨日相場解説をしたあたりが、まあこのあたりだったんですけどもね、ここの水準よりはまあ同等か下の方に位置するかなってところですね。ここからセルの方に向かうと改めて申し上げます。
昨日はね、ちょっとね、私がエントリーしたところではちょっと位置が悪くって、一瞬上に上がったところでロスカットを食らっちゃって、その後ずっと様子を見ていて、昨日は負け越しなんですけども、でも今日こうやってみるとね、結局はセルでよかったなと思ってますね。しばらくセル一辺倒で攻めるつもりでございます。それでは本日の相場解説以上です。こんにちは、速稼塾の久保です。いやー、FX ドル円、なかなか儲けさせてくれないですね。10月6日朝4時36分なんですけども、今回もね、ロスカットを食らいまして、私はずっとセルの方に行くと思ってたんですけども、1時間軸ではね、上の方に行ってしまいました。まあでもね、私はね、だからこそもう一回だけセルをかけていこうかと思います。その辺を込みで、なんでなのかを解説していきます。どうぞ。まずね、日足の方を見ていくんですけども、高値圏と安値圏という考え方があります。まあ高値圏は、このあたりですよね。で、安値圏っていうのは、もうこの辺りですね。うん。まあ、ですんで、安値圏に当たった場合は、倍。高値圏に当たった場合は、セル。で、基本的に、このレンジ戦略は間違いないと思うんですよね。はい。それでですね、今回トレンド転換を、ここと、ここというふうに設定しました。で、上昇していったものがトレンド転換によって下に行く。同じように上昇したものがトレンド転換、高値圏で下に行くということで、考えていたんですけども、昨日はね、陽線をバスッと一発出しましたよね。けど、高値圏のゾーンに当たってますから、ここから反転が起きる可能性は十分あります。ですんで、もう一回、今日はセルで挑戦して、それでダメだったらね、今週はあとおとなしくしていこうかと思います。4時間です。4時間、きっちり当たってますね。ですんで、高値圏からトレンド転換して、下に行って、跳ねて、下に行ってということで、安値切り上げ、高値切り上げのパターンに入るというふうに私は考えます。ですんで、ここはゾーンに当たったところでもありますし、まあ、セルに入るには結構ベストなポジションなんじゃないかなと思ってますね。まあ、これがね、逆にね、上の方に行っちゃったらもう今回はね、今週はもう諦めます。エントリーしないで、見るのも相場にしていこうかと思います。はい、これが1時間なんですが、こちらの方でダブルトップを描いてね、大きく下に行くところまでは良かったんですけども、ギザギザを描きながら、安値安値に入っていって、窓を作って窓を埋めて、こっからまた改めて下の方に行くかなと思ったら、この水準で今度ね、ダブルボトムのような形ですね。ここだからね。上の方に行っちゃいました。それでロスカットを食らって今に至るんですけども、もう一つこちらでですね、同じ水準で、反転の可能性ありということなんで、ちょっと今日はね、午前中にセルの方に入ってみようかなと思います。そうすると多分ここを突き抜けて、安値切り下げをやってくれるんじゃないかなと。そして高値切り下げはここと、ここで作ってくれるというふうに考えます。はい、じゃあこの仮説がですね、明日合ってるかどうかがわかります。これによって、さらに追求できるのか、それとも、ちょっともう一回体制を整えるために、しばらく様子を見て来週からに備えるのかが決まってくるということでございます。今週利益を取るどころか、今のところ損失を出してばかりでございます。2回連続でロスカット。うん、まあ、これも 6.4 の4割のうちの一つかなと思います。必ず6割の勝ち、こちらの方でね、勝ち越していこうかと思いますし、先週は結構勝ちましたからね。うん、まあ、まあまあ悪くないかなと思います。それでは、失礼します。こんにちは。FX の相場解説、10月7日です。今週苦戦してますね。3回目のロスカットです。今週はいいところ全くなしですね。まあ、ちょっと画面を切り替えてご覧いただきたいんですけども、この苦戦の模様ですね。日足の一番右側なんですけども、ご覧いただけるように、上下に大きなヒゲを出して、実体が短いでしょう。うん、これはね、やっぱり方向性を迷ってる状態の時にこういうのが出るんですよね。それからその一個前の陽線。これははっきりと出た陽線なんですが、これね。その前がやっぱりね、大きな上髭を出した、これです。陰線の下の方に実体がちょびっとだけある形になってますよね。こういう不安定な連続っていうのが、まあ全てを物語ってるかなと思いますけども、大きく上に行った、こちらのロウソク足が下に押し戻されて、で、強い反発を持って、今度ね、上の方に行ったんだけども、一個前の陰線は、結局、
こんな形なんですよね。下への方向性を示しているっていうほどではないんですけども、上への方向性を否定してるんですよ。でもその次の瞬間、陽線がズバッとはっきりと上の方に出てくる、行って、その後でまた迷いの陰線が出てるんですよね。迷いの陰線、実体はこの辺ですかね。実体がこの辺、これはね、全体的には上の方に向かっているんでしょうけども、でもまあ、なんと言いますかね、はっきりとした方向性は見えないというところで、本当に今日もそうですけども、昨日も一昨日もロスカット食らって当然だなと、勝負を挑んではいけないところだったかなと思います。しばらく様子を見るつもりですけども、でも全くね、見えてないわけではないんですよ。4時間足を見てみますと、これもしかしたらね、収束に向かっているトライアングルをね、作っているところではなかろうかとも思えるんですよね。わかりませんけどもね、大きな振れ幅が小さくなっていきつつあるかなっていうふうにも見えるんですよね。そうなるとまた新しいブレイクが来るかなっていうところを見据えていけるんですけども、はっきりはわかりません。とりあえず今日はエントリーなしですね。ロスカット、ロスカット、ロスカットで3発続けて赤くなってますんで、ちょっともうビビってますね。まあビビるのは正解です。3回連続で勝っても負けても3回連続ぐらい続くと、精神状態ちょっとね、おかしくなってきます。正確な判断ができませんので、ポジションを抜いて、ちょっと客観的に見ていくことによって、感覚を取り戻さないといけないですよね。ダブルトップから勢いよく下にほじくれてきたのが、上に向かうかと思ったら下の方に振り下げてきたと。で、セルの方に行くのかなと思ったら、なんとですね、上昇方面に向かって、ギザギザとしているというところですね。だこれが上昇トレンドを示しているようにもなってないですからね。非常に難しいという言葉は使いたくないんですけども、まあ今年2番目の、難しい相場だなというのが今週です。だから今週1週間、もう割り切って休むのも一つの手ですけどもね。相場の予測は今日は成り立ちませんので、もう今週見るぐらいのつもりですね。もう、ここから勝負になりません。ちょっと休場します。お休み。ですね、今日がね、7日ですから、7、8と休んで、来週のね、11からの週に、また改めて1から新しい気持ちでやろうかと思います。こういうふうにリフレッシュするのもすごく大事ですからね。悪戦苦闘ばかりが脳じゃないですから。というのが、この難しい局面を私は解決しようと思ってないんですよ。4割のうちの難しい局面ですからね。6割ってのは、まあ、ほぼほぼ見ればわかる、フォーメーションで勝てるものばかりですんで、そちらの方をしっかりと固めていくためにも、4割に力を使う、負けの4割に力をつけることはしないです。でも、6割勝ち、4割マイナスから、3割マイナス、7割勝ちに進みたい方は、ここは攻略してくださいね。私の相場解説では、6対4を崩しませんので、7対3に向かうような相場解説は、まあ、できません。すいません。じゃあ以上でございます。今日はお手上げです。はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今日の相場解説なんですけども、まあ、引き続きね、まあグダグダと言いますか、今週は全然ダメだなと思いますんで、まあダメを前提にね、この相場を見ていくと。そうすると結構ね、リラックスして見えるんですよ。ここでですね、うまいこと解説しようとか、うまいこと予想しようと思うと、どんどんね、裏目裏目にはまっていって、もう FX が嫌になっちゃいますんで、肝心なのは FX がね、嫌にならないことなんですよ。まあですんで、ちょっとね、気楽にね、本当に初心者に帰ったつもりで、今日の相場解説も見ていっていこうと思います。10月8日の相場解説。朝4時44分の日足です。ぐーっと行きましてね、高値圏に入ったのはここと一緒です。高値圏に入れば当然ですけども、セルの方に向かうんですが、このセルがね、継続しなかったわけですよ。で、バイの方に行くかなと思ったら、バイにもなんかはっきり行かずにまた下がってきたみたいな感じで、じゃあ、収束に向かうのかなと、トライアングルみたいになるのかなとか、それともレンジで止まるのかなっていうふうに感じるところですね。横ばいから一転、上昇の方に向かった移動平均線も参考になると思いますけども、まあそれにしても今週はロスカットを3発連続で食らってですね、もう全くいいことがないんで、まあ来週にかけていこうかなっていうところですね。4時間見てみましょう。もうほんと気楽に行きましょう。気楽にね。4時間。ぐーっと高値圏に行ったところから下がってきたので、そこからね、また上に行くのはわかるんですけども、まあ収束の方向ですよね、ここまで見ると。こういうふうな形を作ってくれてます。ということで、収束した後にまたブレイクって形に、まあ見えますよね。ここまではだいぶ立て直せたかなと思います。
肝心なのはその後なんですよね。来週を占う1時間軸を見てみましょう。はい。そうですね。高値がここでしょ？安値がここでしょ？次の安値がここですよね。だから次の高値がどこで止まるかなってことなんですよ。この辺りで止まってくれれば、まさにね、収束していく形っていうのがだいぶ見えてくるんですけども、そうならなかった場合ね。例えばこれが伸びて伸びて、ここと同等になった場合、同じぐらいの高さになった場合ですね。この場合は、レンジに入る可能性があります。そしてもう一つの可能性として、ここを突き抜ける場合です。これを突き抜けていってしまって、いったきりになっちゃったら、これはね、右肩上がりの継続ということなんで、倍の方に入っていけばいいんじゃないかなってことですよね。まあ今、簡単に言えるのはこのぐらいですか。あんまりね、考えすぎない方がいいですね、こういう時はね。まあどうせ、今週はうまくいかないと思いますんで、肩の力を抜いてね、リラックスして、今週は大きく構えてみましょう。エントリーできなくても全然構いません。焦ってね、エントリーが目的になっちゃいけないんですよ。エントリーはあくまで利益を出す手段ですから。ですんで、利益を取れる目的にどうも今週は達することができそうないなと思ったら、当然手段も消えていきますんで、見るのも相場ってことになってきます。まあ一週間のね、エントリーお休みは痛いですけどもね。まあけど、下手に動いて、マイナスを広げるよりはだいぶいいと思います。今週は3回も連続でロスカット食らいますんで、もうね、これ以上負けられないなってことですよね。それじゃ本日の相場解説以上です。まあ、気楽に構えていきましょう。それじゃあ。はい、こんにちは。速稼塾の久保です。10月9日の2時50分。まあ、深夜というか、まあ、深夜ですね。牛蜜時なんでございますけども、今週、FX の方は、すごく苦しかったですね。私の相場解説見ていてもお分かりだと思うんですけども、月、火、水と、3回連続でロスカットを食らって、まあ、これはダメだなと。いうところでね、木金を迎えたわけなんですけども、金曜日の最後の瞬間に、最後の相場解説でね、まあ、3つぐらいの仮説を申し上げたと思いますけども、結局は上昇トレンドの方に切り替わったということがね、わかりましたんで、そちらの方、最後に乗ることができました。こちらです。はい、これがね、10月8日、本当にギリギリのエントリーする最後の瞬間だったんですけども、16時30分なんですが、これエントリーした後なんですよ。どこでエントリーしたかというと、ここを超えたら上昇トレンドっていうふうに申し上げて、前回の相場解説終わったと思うんですけども、同時にですね、ここにダブルボトムが出ていたんですよね。高値圏からずっと落ちてきて、ふわっと上に上がったんですけども、もう一旦落ちてきて、ここからダブルボトムを引いて、上昇に向かったんですよ。その時に相場解説で、ここを超えたらね、高値切り上げに入るよと。高値切り上げ、安値切り上げになるよと。まあ、ここも、ダブルボトムですからね。ここから来て、高値切り上げが、こう、進んでいくかなっていうところで思ったんですけども、やっぱここを超えましたね。こういった瞬間にやっぱりエントリーするじゃないですか。そして、現時点で、この時点ですよ。この時点で、含み益を取って、下の方にありますけども、まあ、わずかですけどもね。ビビっちゃって、0.5 で言ってるわけですよ、昨日はビビって。ですんでね、この時点では2300だったんですけども、時間が進んで、最終的なユージットした後、20ピップスぐらい取れてるんですよ。で、これが2時50分、たった今なんですけども、112円の184まで上がったんですよね。つまり、ここです。ここまで上がったわけですよ。ね。ここを超えたら上昇トレンドに向かうよ。ってことで、ずっとエントリーをしていたわけなんですけども、結局ね、ズバッと上がってもらって、一旦下がったんですけど、ズバッと上がってもらって、ここをね、この矢印があるでしょ？ここでエントリーして、ここでエグジットという形が取れたということですね。まあ20ピップスほどは、まあ確保できたなと。111の965から、ここ、965から112の184っていうところで、取れてるっていうところですね。まあ取れた金額としては20ピップス。まあまあまずまずなんですけども、今週の損失に、まあ合算するとですね、まあ大きくマイナスの週であったんですが、最後に方向性が剥がれてですね、来週の、まあ布石になったかなというところですね。うん、まあ一週間しっかり見ていることと、あと気楽に行くこと、客観的に見ることによって、まあこういうふうに、あ、これ上昇トレンドなんだなっていうふうに
週の最後に気づけたのは大きかったかなと思います。まあ、そもそもですね、111円の220あたりで上昇トレンドに気づければ一番良かったんですけども、まだまだそこまでの力はないかなってところですよね。うん。まあでも上昇トレンドで来週は飽きると思いますので、今週も本当お疲れ様でございました。